五章川ダムは、山口県岩国市、二級河川、西木川水系五章川に建設されたダム。高さ21.75メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節を目的とする、山口県営の治水ダムである。ダム湖の名は、五瀬野のの湖という。クレストゲートが撤去された五章川ダム1945年9月17日から18日に、かけて、 山口県東部を通過した枕崎台風は岩国市及び大津郡に集中豪雨をもたらした。山口県下の死者、行方不明者は701人で、被害総額は2億7733万円。当時の岩国市域だけでも被災者1969人、死者114人、行方不明者2人、家屋の流出、または倒壊173戸。 半海196個であった。相次ぐ岩国空襲、そして終戦の日からまだ日が浅く、9月5日に新中軍が岩国に到着したばかり。市民らが不安を抱き、混乱する中での自然災害であった。西木川の支流、五章川においても、未曾有の被害がもたらされ、流路形状の変更及び拡幅工事が進められた。その後、 1950年のキジ谷台風では近帯橋が流出。翌1951年にはルース台風が襲来。10月14日夜、山口県中部を横断し、翌15日朝に山陰地方から北陸地方の沖へと抜けていった。これによる山口県内の被害は県全域に及び死者281人、行方不明者124人。 重軽傷者1869人、家屋1256戸が流出、3707戸が全壊、35990戸が浸水した。被害総額は327億円にも上った。五章川ダムは、ルース台風によってもたらされた災害に対する復旧工事の一環として柱屋地区に建設。1957年2月4日、四季の防災ダム寄港。 ママ。工事は1960年3月31日に完成した。ダム湖は1960年一般公募により、いつ瀬野の湖と名付けられた。この近辺が五章のと呼ばれていたことに由来すると言われている。湖面標高は41メートル。ダムのすぐ下流には岩国町馬クラブがある。ありがとうございます。